健太。健太。もう。石森がなんとか隙を狙っていますが。健太。あっと伸ばした。おお、石森がなんとか頭を使いながら上から飛んできました。健太を助けました石森に対し、ディフェンディングチャンピオンの息の合ったところを見せたい今年の初戦です。ちょっと急所を痛めたか。トップロープ後ろから健太取られた。羽交い締めの格好飛んでガーッと、なんという老快な動きです。石森は健太に打ち付けてしまいました。健太大の字飛んできたが捕まえたデビー・リチャース。おっとタイルドライバー、ああ前に落としていく。ものすごい角度。健太はちょっと足を痛めています。エルボー一発、顎のあたりヒット。あーしかし健太が思うように動かしてもらえません。動きを止められている健太。さあどうだ、3つ取るか。カウント2つです。さあブライアン・ダニエルソンとデイビー・リチャーズがディフェンディングチャンピオンから1つ取るでしょうか。ケイといえばケンタですが、そのケンタに対して蹴り一発叩きつけた。パワーボム高い打点でした。10分経過しました。まだまだスタミナが十分に残っている、そんな表情デイビー・リチャーズ。石森泰治も捉えられています。石森もブライアン・ダニエルソンがしっかりと首をロックしています。さあケンタはまだここまでケンタの良さというものは出ていません。第2回日テレ杯争奪ジュニアヘビー級タックリーグ戦です。ここまではアメリカの2人が主導権を握っている。ケンタが石森を呼んでいますが石森は動けない。なんとか自分で打開しなければいけません。届きました。ここでブライアン・ダニエルソンも石森を離しました。さあどうする、ちょっとケンタがピンチです。ディフェンディングチャンピオンがちょっとピンチだ。カマとそしてキックでうまく叩きつけた。あーっとサンドイッチ式、前から後ろから蹴りを見舞ってきました。さあ両コーナーから赤青レッドブルー同時に飛んできました。頭が押してきました。あーっと石森がブライアン・ダニエルソンと一緒にカットに来ました。しかしもう一度石森が場外、ブライアン・ダニエルソンが打開します。分断します。さあそのまま投げていく。カウントは2つです。腕をロックしながら投げていきました。さあ仕留めるか。さあデビー・リチャーズが高い高い、おっとケンタ投げた。おっとゴートゥースリップか。おっと耐えた。ゴートゥースリップは失敗。そのまま決めているか。ケンタもそしてブライアン・ダニエルソンも1対1。